どうも、石田です。さあ、研修生活170日目、12月13日。本日は、気管支鏡検査についてお話したいと思います。さあ、研修生活170日目。今僕は呼吸器内科を回ってるんですけれども、毎週月、水、金は、気管支鏡検査っていうのがあるんですね。月曜日と金曜日は朝から、そして水曜日は午後から、この気管支鏡検査があります。じゃあこの気管支鏡検査とは何かってことを今日は説明させていただきたいと思います。気管支鏡検査ってのはその名の通り気管支を見る検査です。気管支って何かっていうと、口の後には胃と肺がありますね。じゃあどちらが手前でどちらが奥かっていうと、実はね、胃が奥で肺が手前にあります。で、この口から肺に行く経路を気管って言いますね。この気管を見る検査を気管支鏡検査って言います。じゃあどうやって見るのかっていうと、これ内視鏡っていうもので見るんですね。こんな管があって、この管の先端にカメラがついてます。これを口の中から入れて、くりくり動かしていって、この気管支の中を見るってことですね。で、気管支の様子って、張り巡らされた枝みたいになってるわけですよ。進んでいって、分かれていって、さらに進んでいって、分かれていってみたいな感じで。もう迷路みたいになってるんですけど、やっぱね、先生すごいなって思います。全然何も見ないで、何も見ないでですよ。進めていくんですよ。これは S いくら、これは S いくらみたいな、はい、右行って左行ってみたいな感じで行って、最終的にそこがどこの位置かっていうのを通してくださいっていう風に言うんですけど、X 線を当てて管がどこにあるのかっていうのを見るんですけど、まあ大体ね、望んでる位置に行ってるわけですよね。すげえ神業と思いながらね。もう僕なんかもどこ行ってるかわからないですからね。なんかこう内視鏡進んでるわみたいな風にしか思わなくて、一体どこに行ってるのやらと思いきや、通しって言われて X 線がこう映ったら、うおみたいな、そこにいたみたいなね。そんな感じになります。で、この気管支鏡検査で大きく分けて4つのことができます。一つは気管支肺生検。気管支鏡から針を出して生検するっていうことですね。生検ってのは組織を取り出すことです。その取り出した組織が癌細胞かどうかを見たりするのに役立ちますね。そして二つ目は擦過細胞診。ブラシでこすってそこについてくる細胞がどんな細胞かってのを見たりします。そして三つ目が気管支肺胞洗浄といって、この気管支の中にね、生理食塩水を入れて、そこをね、吸引するわけです。そうすると、生理食塩水を入れたあたりの液が、どんなものが混じっているかっていうのが、吸引したらわかりますよね。そんな形で、生理食塩水をこう気管支に入れて、そしてまた引き戻すということをやって、その中の液体を調べるっていうのが、気管支肺胞洗浄ですね。そして四つ目が、針生検です。軽気管支肺生検っていう先ほど言ったものでは、映らないところに超音波内視鏡っていうのを当てて、超音波で見て、そこにね、針を刺して取り出すってことです。なので、大きく分けると、こう組織を取り出す生検っていうのと、ブラシでこすって細胞を取る細胞診っていうのと、あとは洗浄して液体を見るっていう気管支肺胞洗浄っていうものがありますね。で、生検は位置によって、軽気管支肺生検か、針生検かっていう形で分かれてるって形です。こんな形でね、気管支鏡検査っていうのは行われるんですけれども、大体どれぐらいの時間かかるかっていうと、大体30分から1時間かかります。実際の検査時間でいうと15分ぐらいなんですけど、患者さんが来て麻酔薬を使うので、少しこうぼーっとした状態にして、そこから検査を開始して、で、検査が終わった後ちょっと落ち着くまで待って、また患者さんが移動するってなったら、大体30分から長い場合は1時間かかりますね。で、患者さんは麻酔してるので、あんまり覚えてないみたいですね。実際検査中ってめちゃくちゃしんどそうなんですよ。喉に管入れるわけですから、すごい咳込むわけですよ。ゴホゴホって。で、その咳込んだ液体が目とかにつかないように、目はね、こうガーゼで覆ってるわけです。で、口はね、閉じられたらいけないので、このマウスピースをしてるわけですよ。その状態で管を入れられて、もうゴホ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 言うわけですよね。うわ、しんどそうと思いながら。だけどね、麻酔してるので、あんまり覚えてないみたいです。咳もゴホゴホゴホずっと言ったらしんどいんですけど、咳しないように麻酔薬を使うわけですね。そうすると、咳もやがてしなくなり、落ち着いた状態で検査ができるという形になってますね。で、研修医の僕らがやることって大体3つですね。1つは麻酔薬の注入です。先生から指示された麻酔薬を点滴の中に入れるってのが1つ。それ2つ目は吸引です。先ほど言ったように、口はマウスピースをつけて開いた状態です。ということは、この飲み込みとかも全部できないんですよね。なので、こう、唾が溜まるので、それを吸引するっていう作業。そして3つ目は、先ほど透視って言いましたけど、透視をするときにボタンを押す係ですね。X 線出してくださいって言われたら、こう、ボタンを押すっていう、そういう3つの役割が研修医には与えられてます。
あとはね、最初の準備と後片付けは僕ら研修医の仕事ですね。麻酔薬を用意したり、患者さんの名前を書いたり、取ってきた細胞を置くプレパラートに名前を書いたりとか、そういうね、細々としたことっていうのは研修医の僕らがやります。だいたい1時間とかかかることが多いので、まあ、気づけばね、昼みたいな感じになっていることが多いですね。まあ、そんな形で12月13日も朝この気管支鏡検査をやって、午前中終わって、午後はね、入院している患者さんの様子を見に行って、薬を出したりとかカルテを書いたりとかしていって、まあ、1日が終わったっていう形ですね。またね、研修医がね、どういう動きをしているのかみたいなのを動画で紹介できたらなというふうに思ってます。なるほど、気管支鏡検査お疲れ様でしたと思った方はね、ぜひ高評価教えていただけたら大変嬉しく思います。また医者にてるではこのように研修医生活の模様をお届けしております。まだチャンネル登録してないよって方はこの機会にぜひチャンネル登録していただけたらと思います。また各種 SNS、 Twitter、Facebook、Instagram も更新しておりますので、概要欄の方にリンクやっておきますので、よければぜひご覧ください。特にね、ツイッターの方頑張って更新しておりますので、よければそちらの方ぜひチェックしていただき、フォローしていただけたらと思います。はい、ということで本日は研修医生活170日目、12月13日の模様をお届けさせていただきました。もうね、呼吸器内科も回って2週間以上経つので、この気管支内視鏡検査っていうのは何例もね見てます。ただね、何度見てもね、先生すごいなって思いますね。何を見てそこに到達してるの、どいちゃーっていつもね、驚きを隠せないですね。さすがにね、2ヶ月間の研修期間では内視鏡の操作なんかできないと思いますけれども、少なくとも先生が何を考えてやってるのかっていうことぐらいは知りたいなというふうに思います。まあ、機会があれば先生に聞いてこの動画でシェアできたらなというふうに思うので、楽しみにしておいていただけたらと思います。それでは本日はここまで、また明日の動画でお会いしましょう。 See you next time。チャンネル登録はこちら。チャンネル登録はこちら。チャンネル登録はこちら。